プロ野球では FA で選手が移籍をした際、移籍先のチームから選手をもらえる場合があります。これを人的保障と言います。あらかじめ移籍元のチームが選んだ28人の選手以外から選ばれるため、ほとんどの選手は移籍先で活躍することはありませんが、中には新天地でいきなり大化けするケースもあります。今回は移籍先で結果を出し、人的保障で出したことを球団に後悔させた選手たちを紹介します。2023年1月に近藤健介選手の人的保障として日本ハムに移籍した田中正義投手。150キロを超えるストレートとフォークボールを武器に、高い奪三振能力を誇る右腕です。しかしソフトバンク時代の6年間は通算で34試合の登板で0勝1敗2ホールドと鳴かず飛ばず。創価大学時代に大学ナンバーワン投手としてプロから大注目を集めた投手としては、あまりにも寂しい成績に終わってしまっていました。しかしそんな田中投手は日本ハムに移籍後、人が変わったかのように活躍し始めます。中継ぎとして開幕一軍をつかみ取ると、いきなり開幕戦で登板し、1イニングを三者凡退に抑えるピッチングを披露。新天地で上々のデビューを飾ります。その後も好投を続けた田中投手は、守護神に抜擢されると4月26日のオリックス戦でプロ初セーブ。お立ち台では思わず言葉を詰まらせ、長かったなっていう思いですと涙ながらに喜びを語りました。5月7日の楽天戦では同点の9回に登板して3者連続三振でチームを鼓舞すると、その裏チームはサヨナラ勝ちを収め、プロ7年目にして初勝利をつかみ取りました。その後もクローザーとして1年間プレーし続けた田中投手、47試合の登板で2勝3敗8ホールド25セーブ防御率 3.50 という好成績を残しました。北海道のファンの間では田中投手がセーブを上げることを正義執行と呼ばれています。今シーズンも多くの正義執行をファンに届け、新庄監督3年目の躍進の立役者となることができるのか注目となります。福地和樹選手は1993年のドラフト3位で広島に入団。ウエスタンリーグでは4年連続で盗塁王を獲得するなど、素晴らしいスピードを見せつけていましたが、なかなか1軍のレギュラーとなることができず苦しい日々を送ります。2003年にようやく開幕戦でスタメン出場を果たし、本格化の気配を見せますが、5月に失速しレギュラーを剥奪されてしまいます。その翌年もセカンドのレギュラーとして期待されましたが、開幕前に右足首の靭帯を断裂。この年はわずか19試合の出場に終わってしまいます。2006年には青木隼人投手とのトレードで西武に移籍。新天地では外野のレギュラー争いを制し、広島時代以上の活躍を見せた福地選手ですが、2007年の12月にヤクルトから西武に移籍した石井和久投手の人的保障選手としてヤクルトへ移籍することとなりました。充実した外野陣を誇る西武でプロテクトされなかった福地選手でしたが、ヤクルト移籍後についにその才能が開花します。開幕戦のスタメンこそ逃したものの、シーズンを通して1番バッターとして定着。131試合に出場して初の規定打席をクリア。打率3割2分9本塁打61打点とキャリアハイの成績を残しました。さらに持ち味であるスピードも遺憾なく発揮。セリーグを代表するスピードスター赤星選手を上回る42盗塁を決め、自身初タイトルとなる盗塁王を獲得したのでした。翌2009年も42盗塁で2年連続の盗塁王を獲得した福地選手。2010年以降は徐々にスタメン出場の機会は減少しましたが、足のスペシャリストとしてチームに貢献し続けました。キャリア通算251盗塁を決めた福地選手ですが、その半分以上にあたる
129をヤクルト時代の5年間で決めています。長い長い助走期間を経て人的保障による移籍後に花開いたスピードスターの活躍は後に人的保障で移籍する選手たちの勇気となったことは間違いありません。2014年のドラフト2位で楽天イーグルスに入団した小野文哉投手、西日本短期大学附属高校時代には通算25本塁打を放った二刀流選手で、同期入団でドラフト1位の安楽智弘投手とともに注目を集めました。しかしプロ入り後は結果を残せず苦しい日々を送ります。毎年登板機会こそ与えられるものの大炎上してしまうことも多く、すぐ2軍に逆戻り。プロ入りから5年間での成績は39試合に登板して0勝1敗。それでも2018年からは2年連続でイースタンリーグのセーブ王を獲得するなど、徐々にプロのレベルに適応し始めていた小野投手。そんな矢先の2019年オフ、 FA で楽天に移籍した鈴木大地選手の人的保障としてロッテに移籍することが決定したのです。突然の移籍となりましたが、これをきっかけとして小野投手の才能は花開きます。2020年シーズンは初の開幕1軍をつかみ取ると、6月24日のオリックス戦でプロ初ホールド、さらに26日のオリックス戦ではプロ初勝利も挙げました。勝ちパターン入りとまではいかなかったものの、中継ぎとして1軍の戦力となった小野投手は40試合に登板して2勝2敗4ホールド、防御率 3.23 と結果を残したのでした。さらに2021年も自己最多となる49試合に登板、2022年も44試合に登板してロッテの中継ぎ陣の一角に入った小野投手。2023年は右肘のクリーニング手術を受けた影響で10試合の登板にとどまりましたが、今シーズン復活を果たしてくれることに期待したいところです。2019年に楽天から FA でロッテに移籍した三馬学投手の人的保障となったのは酒井智仁投手でした。ロッテ時代は1、2年目は主に先発としてプレーしていた酒井投手ですが、2019年はリリーフに転向、54試合に登板して5勝4敗20ホールドと結果を残していました。最速150キロのストレートに加え、空振りが取れるスライダーとフォークが武器の酒井投手は楽天移籍1年目からその力を遺憾なく発揮します。開幕から1軍入りすると守護神の松井裕樹投手につなぐセットアッパーとして活躍。9月4日の西武戦では9回に3点差まで追い上げられたところで緊急登板、2アウト満塁という大ピンチをしのいでプロ初セーブを挙げました。結局この年54試合に登板した酒井投手は4勝3敗3セーブ、リーグ2位となる28ホールドを挙げ、楽天中継ぎ陣に欠かせない存在となりました。2023年シーズンも47試合に登板して5勝3敗1セーブ20ホールド、防御率 2.98 という成績を残した酒井投手。ちなみに三馬投手はロッテ移籍後に4年間で2度の2桁勝利を記録、それぞれが新天地でしっかりと結果を残したと言えるでしょう。まさに人的保障という言葉がぴったりな酒井投手の活躍ぶり。三馬投手と酒井投手を共闘させることができなかったロッテは、なぜ酒井をプロテクトしなかったのだろうと後悔したことでしょう。2013年のオフに巨人に FA 移籍した大竹貫投手の人的保障として広島に移籍したのが市岡隆二投手でした。2011年のドラフト3位で巨人に入団した市岡投手でしたが、1年目は4試合、2年目も9試合の登板にとどまっていました。移籍1年目となった2014年、開幕1軍入りを果たした市岡投手は3月29日の中日戦でプロ初ホールドを記録、さらに4月27日の巨人戦では延長11回に登板し無失点に抑えると、その裏チームはサヨナラ勝ち、古巣相手にプロ初勝利を記録したのでした。
ヒーローインタビューではカープに来てチカッパ良かったっちゃけどと博多弁全開で喜びを表現しました。その後も勢いに乗った市岡投手は5月25日の西武戦でプロ初セーブをマーク。その後も勝ちパターンの一角として広島ブルペンの中核として躍動しました。2017年には4月後半に1軍に昇格すると自己最多となる59試合に登板、6勝2敗1セーブ19ホールド防御率 1.85 という抜群の成績で2年連続のリーグ優勝に大いに貢献した市岡投手。さらに2018年にも前年と同じ59試合に登板、勝利の方程式の一角として5勝6敗2セーブ18ホールド防御率 2.88 でチームも3連覇を達成しました。2019年以降は怪我の影響や調子を崩したこともあり徐々に登板数を減らした市岡投手、2023年は1試合の登板にとどまり引退を決断したのでした。プロ通算で290試合に登板、そのうちのほとんどを人的保障として移籍した広島で記録した市岡投手、顔がカピバラに似ているというところから今村武尊投手、大瀬良大地投手と並んでカピバラ三兄弟と呼ばれるなどファンからも愛されたプロ野球人生となりました。ちなみに広島は2013年から市岡投手を調査しており、巨人が提出したプロテクトリストに市岡投手の名前がなかったため指名を決断。球団幹部は獲得が決まった時点でトレードでは取れない選手と市岡投手を絶賛しており、その見立てが完全に当たった形となりました。選手がいつどんなきっかけで花開くかは予測するのが難しいですが、巨人としてはかなりもったいない放出となったのは言うまでもありません。2004年のドラフト6位で阪神に入団した赤松雅人選手、持ち味はパンチ力のあるバッティングと50メートル5秒5という俊足、ポテンシャルは抜群の赤松選手でしたが阪神の外野陣の層の厚さに阻まれなかなか一軍に昇格することができません。入団から3年間でわずか36試合の出場にとどまっていた赤松選手、選手寮を出て結婚を決め勝負の4年目に挑もうとしていた矢先、突如として広島に移籍することが決まります。新井貴浩選手の人的保障という形でカープ入りした赤松選手でしたが、この移籍が赤松選手のキャリアを大きく転換させるきっかけとなりました。右肩の怪我で一度は離脱したものの4月中旬に一軍復帰すると4月29日の巨人戦でプロ初ホームラン、30日5月1日もホームランを放ち、なんとプロ初ホームランから3試合連続でホームランを記録する離れ技をやってのけたのです。左バッターの天谷選手との併用ではあったものの1年を通して1軍でプレーを続けた赤松選手はこの年125試合に出場、過去3年間の3倍以上の試合数に出場することとなったのでした。その後も怪我に悩まされることはあったもののコンスタントに出場機会をつかみ続けた赤松選手、2010年8月4日には左中間スタンドに入りかけたホームラン性の当たりをフェンスによじ登ってキャッチ、この映像はアメリカのスポーツ専門テレビで日本の野球史上最も衝撃的なキャッチと称賛され、この年のゴールデングラブ賞も獲得しました。順調にプロ生活を続けていた赤松選手でしたが2016年オフに悲劇が襲います。人間ドックで初期の胃がんが見つかったのです。手術により胃の半分を摘出、懸命の治療によりその年の夏には3軍の練習に合流、不屈の闘志でリハビリを続けましたが1軍の戦力として再び返り咲くことは叶いませんでした。それでも2019年の引退試合では9回に出場を果たした赤松選手、ファンの大声援を受けキャリアに幕を下ろしました。いかがでしたでしょうか。大物選手の移籍の陰でひっそりと移籍が決まる人的保障選手、
今シーズンは山川穂高選手の人的保障として甲斐野博投手が西武に移籍しています。すでにソフトバンク時代に実績のある投手ではありますが、新天地でさらなる活躍を見せてほしいところですね。今後も野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。